はい、皆さんこんにちは、レナです。今日は晴れた日にミュンヘンに来てます。この後ろに人混みがヴィクトアリエンマークです。今からちょっとミュンヘンを紹介したいと思います。行きましょう。ちなみにここのヴィクトアリエンマークとはミュンヘンで一番大きなマーケットです。真冬にもかかわらずこういうテラスで、右側のテラスでビールを飲んでるドイツ人がいっぱいいる。そうだよ。寒くないのかな。全く天気とか関係ないよ。でも気持ちよさそうだよね、あっちで。そうだよ、太陽当たってるし、今日めっちゃいい天気だし、そこまで寒くないし、10度ぐらいはある。ここにはどんなお店があるんですか？もう何でもあるよ。あの食べ物屋とかもあるし、あとは野菜とかチーズとか果物とか何でも買える。デコレーションのお店とかワインのお店とか何でもある。すごい並んでるよ。あ、行列がある。ドイツにも並ぶよ。初めて見たかもしれないよ。大行列。ドイツ人も行列並ぶんだね。スープのお店だよ。食べる？並ぶ？ノー。エレナ、そっちの店も並んでるよ。これね。これ、ここの行列全部あそこまで。こっちはフレッシュコーヒーのお店。うんはん。すごいね。並ぶ？ノー。並ぶのが嫌い。並ぶのが嫌いなのはドイツ人じゃなくてレナだけだったんじゃない？そうかもね。すごい。あ、パン屋があるよ。あ、なんかすっごいいい匂いする。ご飯の匂いがするね。うわ、いい感じだね、雰囲気が。あ、ここであのコーヒーのあれ、あ、普通の八百屋さんみたいなフルーツ売ってるお店があるね、うん、あとここ野菜もフルーツ、野菜とかフルーツとかいろいろ。これ見たことない。何それ？これ、うん、わかんない。なんかレモンっぽい、すごい変な形のレモン。ボコボコのレモンだね。ね、なんかこういうさ、左にあるさ、こうスタンドみたいな感じでさ、うん、みんなパンとかサンドイッチとかバーガーみたいなの食べてるね。そう、ビール飲みながら、はい、いいよね。あ、そら、そこも並んでるもん。どこでも並んでる、ね、やっぱドイツ人も並ぶんじゃん。いや、違うよ。全然並んでますね、社長。やだもう。お、目の前にクリスマスツリーがあります。クリスマスツリーじゃないでしょ、タカちゃん。大きな大きなクリスマスツリー。マイバウムだよ、マイバウム。5月の木だよ。クリスマスのツリーじゃないよ。あ、じゃあ2022年5月1日に建てたマイバウムがまだ残ってここに建ててあるんだね。イエス、その通り。綺麗だね。本当に人が多いですね。え、びっくりする。さすがミュンヘンだね。マットシュバーベンの何十倍も人が多い。まあね。社長、あそこにチーズのお店ありますよ。そうだよ、幸せなお店だよ。これグーターケーゼ。Braucht Gefühl und Zeit。 どういう意味ですか？美味しいチーズには、気持ちと時間が必要です。おお、その通り、その通り。うわ、めっちゃいいチーズの匂いしてきた。幸せだね。そう、なんかまさにこれさ、ドイツっぽい売り方だよね。この塊でさ、すごいね。これ何、切って売ってくれるの？グラムで買えるってこと？あ、そう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 。あ、じゃあこれぐらい欲しいよ。あ、じゃあこれ何グラム、これいくらみたいな感じ。社長、社長、あそこにもスタンドがある。何のスタンド？スタンド、スタンドでビール飲んでるみんな。ああ、そっちで売ってる。ビール1本ぐらい飲む？ノノ、そっち1本ぐらい。ない、お願い。ない、タカちゃん。チーズ買ってあげるから。ない、禁止。チーズ買ってあげるから。ビール、ビールはダメ。ドイツ人はビール飲むよ、昼から。そうだけど、並びたくない。並んでる？並んでる、だいぶ並んでる。おお、ヴィクトアリエンマークとの中に遊園地がある。いつもないよ、今だけ。この市場の端っこにクリスマスマーケットがあるね、本当に。みんなグリューワイン飲んでる。うん、飲みます？グリューワイン。ないん。皆さん見てください、これがね、ドイツ本場のクリスマスマーケットです。日本でもよくあるよね、あの木のさ、小屋みたいなやつにさ、出店が出て。そうそうそう、東京の日比谷公園とかでもやってるよね。ああ、そうそうそう、一緒だよね。ここの方が安いけど、まあ圧倒的にね、多分。これさ、なんかすごいさ、正月の日本のさ、あれ見えてる、玄関に飾ってるやつみたいじゃない？ドイツにもあるんだね。ビルコメン、いい匂いする。いらっしゃいませって意味、匂い嗅いでみて。ようこそって意味。あ、これもクリスマスによく飾ってるやつじゃん。かわいいね、これ。ね、左右にスタンドがいろいろなお店を出してます。うん、人も多いし、にぎやかだし、音楽も流れてるし、匂いもすごいし。うん、そう、特に匂いはいい、ね、これです、
ビクトワリエンマークト。合ってる？合ってる。ビクトワリエンマークト。ビクトワリエンマークト。ビクトリアマーケットです。違います。今日は珍しくレナ社長が何も食べませんね。食べません。いつもだったらパクパク、うわめっちゃ並んでる、ここ。それ。これ全部行列。それだよ。だから食べませんよ。いつもだったらパクパク食べてるのにね。もう並ぶのが嫌い。こんなに美味しい匂いもしてるのになかなか珍しいですね。並ばない。マクチュアブでまた食べよう。お肉屋さんもある。ブッチャー。はい。すごいね。ノーノノー食べる。うわここも並んでるもん。だからどこでもここに皮が並べてた。あここ？そう。そうなんだ。だからここでお肉を作ってそのお肉のゴミを皮に捨ててた。ダメじゃん。ということでこっちが今言ってたビクトリアンマークとこっちに行きます。また名前に間違えたね。え？ビクトリアンマーク、okay. 正解正解。うわこっちの雰囲気いいね。そう昔はここにそのお肉屋が入ってた。今もお肉屋さんあるね。でもめっちゃ新しいソーセージ屋さんみたいな感じ。ヴァイスヴォーストあれかわいいよ。ブッチャーさんミュンヘンで一番有名な朝ごはん白ソーセージだね。そうだよ。でもうどこに行っても人がいっぱいいるわ。ちなみにここは本当にミュンヘンのもうど真ん中です。もうほぼマリンプラッツだよ、ね、あのミュンヘンの旧市役所。うわー見てるな。チーズのお店めっちゃすごいのある。あれでもダッチチーズだよ、ドイツチーズじゃない。ちょっと見に行こう。すごくない？これ全部一個一個チーズ。来ました、あそこがマリーンプラッツです。ミュンヘンといったらこの多分写真とかが出てると思うけどね。ラタオスダスノエガート。もうちょっと日本人の観光客がいるかと思ったら全然いないね。いないね。意外と日本語あんま聞こえないね。日本人がミュンヘンに来るときに全員がここに来るよ。絶対来るね。ツアーだったら絶対ここ組み込まれてる、ね、そうだよ。すごい。すごい。俺たちもやる。いややめて。よっこいしょって後ろに倒れて救急車呼ばなきゃいけなくなる感じ。いやだもん。レナさん、あそこにすっごい大きなクリスマスツリーがある。うん。いつもはないから多分すごいね。本物だよ。え？皆さん、これがラットハウス。Yes. 市役所です。ミュンヘンの市役所がこれだね。1908年に作られたノイエスラットハウスです。なんかミュンヘンどこ歩いても綺麗だね。そうだよ。建物がもう全部レンガ造りですっごい綺麗。Yes.なんか日本では考えられないぐらい。もちろん自信がないからね。皆さん見てください、こっちの建物綺麗。こっちも綺麗。え？ここも綺麗。あれ？あー、タカちゃん。見て見て。こっち。何？おー。わかる？ミュンヘンで一番背の高いフラウエンクエヘ。はい。女性教会。そうです。日本語だと女性教会じゃなくてなんだろうね。わかんない。なんか女の人の教会みたいな意味です。ああ。レナ、奥にあれが走ってる、トラム。あ、トラムがあるよ。チンチン電車、日本でいうチンチン電車。チンチン電車、なんか伝統とモダンの融合がすごい綺麗だね。それは日本もそうだよ。一緒だよ。日本でもさ、大都会東京とかはさ、モダンしかないじゃん。違うよ。伝統のなんかある。あるよ。浅草とかあるよ。なんか広場に着きました。はい、ここオデオンスプラッツ。はい、ヒトラーで有名だよ。あ、ここでヒトラーが演説した。ああ、じゃあ歴史的な場所じゃん。ああ、そうだよ。でもそれより前も作られた、なんかヒトラーが再利用しただけで。あ、かっこいいライオンもいるもんね。そう、ライオンがいて、あとこれ昔のドイツの、まあ、バイエルン州の、まあ、偉い人。この動画でビクトワリエンマーク、マリーンプラッツとオデオンスプラッツをちょこっとだけ紹介しました。やっぱりあのマーケットが良かったね。今まであんまり僕らの動画であのマーケット紹介してなかったけど。そうだね。ぜひドイツのミュンヘンに遊びに来る方はマーケット行ってテラスでビール飲んで、でスタンドでバーガー買ってサンドイッチ買ってドイツ人っぽいライフスタイルを楽しんでみてください。はい、ではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。